JRP テレビジョンよりお送りいたします。国会非常事態対策委員会司会の立花健三です。それではコメンテーターお二人をご紹介させていただきます。聴導員大学総裁、そして、ニューコートの研究家で弁護士でいらっしゃいます、和田清人先生。はい、いつもこのお二人で始めさせていただきますが、本日はトランプ政権、このね、外交やらいろんな面でもう本当にね、面白い話題がいっぱいあるんではないかと思います。それでは和田先生、よろしくお願いいたします。でですね、トランプ政権について、ちょっとコメントをさせていただこうと思いまして、このテーマにさせていただきました。もともとトランプ政権については、私にいろいろ情報提供してくださっているアメリカ在住の国際コンサルタントのトーマス加藤さんという方が、ドナルド・トランプ物語という、ね、本を数ヶ月前に出されてましたけれども、それを受けまして、その取材の一環として月刊タイムズという雑誌にトランプ外交の壮大な野望ということで、この記事をまとめられているということで、最終的なその結論ですね、結論として加藤さんがお話をされたかったということは、の一つのテーマはトランプは必ず北朝鮮を攻撃をすると。これは在韓米軍はもともと文大統領がもともと北朝鮮とは争いたくないということで、ここで加藤さんも心の記事の中とか、他のところで話をされてますが、在韓米軍自身は日米安保と異なって在韓米軍の軍隊を動かすときには韓国側の同意が必要と、日本はいらないらしいんですね。それでこれで韓国の大統領はその北朝鮮の攻撃には在韓米軍 の, その動かすことには同意をしないと、ついてはその外からピンポイントでそのトランプは北朝鮮を攻撃するんじゃないかというようなことを最後の結論としてお話をされておりました。ただ実際こうなるかどうかはそれはもうそうなってみなきゃわからないということで、今後の推移ということだと思いますけれど、その中で加藤さんお話をされていた、これはそんなに多分この可能性が高いんじゃないかと思いますが、トランプ外交の本質はパックスアメリカからの撤退ということで、これは別の言い方をすると世界の警察官を辞めると。世界の警察官をやるにはどうしてもお金がかかるわけですね。そのお金をもうかけるのをやめようということがトランプ政権の本質ということで、それで、その結果 NATO からもその、自国での軍備、自分の国は自分で守るようにということがトランプからの世界中の各国にその指令をされているということで、もともとその、この月刊タイムズの記事の中でもドイツに対するもともと自国の、自国を防衛するために自国の費用でということで、確か4兆円ぐらいのお金をそのドイツに要求をしてたと、それでメルケルさんはトランプに苦虫を噛みつぶしたような顔をされているということかもわからないですけれども、そういうようなことを NATO にも要求していますが、返す刀で、これが在韓米軍、在日米軍の撤退と、これはもう規定路線で、それは間違いないだろうと、これがトランプ政権の今までの、それまでのオバマ大統領から前のアメリカの大統領との大きな、グローバリズムからの撤退ということで、パックスアメリカ、言ってみればナショナリズムですね、アメリカで初めてそのナショナリズム その自国のことを考える大統領が生まれたと、それは革命的な大きな違いじゃないかというようなことをお話をされておりました。またなんでそうなるかということについては、これは私 そのロシアルド研究ともちょっとかかってくるところではありますけれども、基本的にアメリカ自身にお金がないわけですね。アメリカっていう国は不思議な国で、私はサラ金の被害、サラ金の借り主だと同じだというふうに思って、また問われたところで言ってますけれど、要はもう借金だらけなので、自分の国にはお金がないので、他からお金を集めないと成り立たない国なわけですね。基本的に今アメリカを支えているのは中国と日本と、昔はサウジアラビアでしたけれど、だいぶ影響力が落ちてるんじゃ、ペトロドラが終わってますから落ちてるんじゃないかと思いますけれども、今中国と日本で支えていると。その中国とトランプ大統領はその貿易戦争をしていると、もともと中国が米国債を買ってもらっているのに、それで米国が成り立っているのに、そこで貿易戦争をしていったらどういうことになるやらというふうに私は思いますが、それぐらい、そのが今度は返す刀で、その日本に対してトランプ大統領は日本に対して、中国に対してその要求していることを返す刀で、日本にこれは多大な攻勢に出てくると、
まあ、加藤さん自身は、まあ、トランプはトランプと安倍さんとの関係はもうずっともう去年の2月ぐらいから、まあ、全然うまくいっていないんだと。安倍さんが TPP を推進してトランプはその二国間協議であろうということで、もう去年の2月の段階からもうほとんど喧嘩別れになっていると。それを日本のメディアでは全然報道されないわけですけれども、その現実がこれからどん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 その大きくなってくるんじゃないかということで、もともとそのトランプのそのパックスアメリカーナっていうのはアメリカにお金がないと、ドル、それがドルの基軸通貨がそのどん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 揺らいでるということとも関わってくると。もともと世界の警察官になったのは1944年のブレトンウーズ体制という、ドルがそのもとも世界の基軸通貨になったということと関係をしているわけなんですが、それと表裏の関係にあるわけですが、それがドルがどん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 衰退をして借金国家になっていると。だからまあ世界の警察官になれないのとどんどん防衛線が下がってくると。それがもともと日本にしても韓国にしても、日本のエスタブリッシュメントの人たちはアメリカの虎の儀を買って、もともとその自国の中で そのトップエリートの地位を築いてきたわけなんですが、まあ、それがもともとアメリカが変わってくるということになれば、日本でもとても大きな変化が起きるのではないかというようなことを加藤さんはお話をされておりました。まあ、それぐらいこのファックスアメリカからの撤退ということのトランプ政権の動きと、まあ、日本ではほとんど報道されてなくて大きく誤解をされてますけれども、とても重要なキーワードなんじゃないかと思いまして、また改めてお話をさせてみました。大丈夫です。総裁はどういうご意見でしょうか。トランプを総裁と呼ぶのはキリスト教福音派なんですよ。でこれはアメリカのキリスト教の4分の1の人口を持ってるわけです。だからこれが岩盤になってるわけ、トランプ支える。だから 35% 以下にはならないっていうのは福音派を支えてるわけです。しかし福音派に反抗するまたキリスト教が4分の3いてるわけだから、それが民主党と組んでるという、まあ、大きな意味でね、民主党に流れると。で、トランプ福音派、イスラエルのやる強硬派、やる極右政党、イスラエルの極右と福音派とトランプ、まあ、それと対決するリベラルと、まあ、こういう対立があるわけだと、イスラエルにもあるわけですよ。イスラエルが全部ネタニヤフ一派じゃないんだから。反ネタニエフもあるわけ。だからそれとの、まあ、イスラエル福音派、そして、リベラル民主党の戦いっていうのが今の中間選挙でどう結果が出るかっていう。だから結果が、福音派が負ければトランプも落ちるだろうし、弾劾裁判も起こる可能性は強い。だからトランプが中間選挙以後、どの程度、その権力を維持できるかどうかはまだ流動的である。でも朝鮮半島についてはそのトランプが攻撃すると言ってもジェームス・マティスは第三次世界大戦の引き金になるようなことは絶対しないと、それは愚かな行為だと言ってるわけ、間違いに言ってるわけだ。だからそれはピンポイントで外部からできることはまず第三次世界大戦を自ら招くことであって、それは核戦争にも通ずることだからやらんだろうと。で朝鮮半島の後ろには中国ロシアがペタッとひっついへばりついてるんだ。だから北朝鮮を攻撃する、朝鮮半島韓国も増える、朝鮮半島を攻撃するということは中国ロシアを攻撃するということになるわけだから、それはピンポイントでもできないことは加藤さんがおっしゃってる、そのトランプは攻撃したいと言ってもいわゆる役所は動かないと、ね、国防省も動かなければ国務省も動かない、まあ、それはもう今のポンペオも、ボルトンもそういうジェームス・マティスもそういう方向だと私は思う。そういう意味ではですね、朝鮮半島についてはもう終戦宣言をやってしまったわけだから、これからやるんじゃない、もうやったんだよ、この間18、19、20で9月の成立したわけです。だから相互不可侵条約は結んでサインしてるわけだ、もう既成の事実なんだ今。だからもうこの朝鮮半島におる在韓米軍はいらないわけ、ね。だからそこに文在寅のいわゆる同意が必要だとか必要でないとかもう関係ないわけ、大韓米軍はもう動けないということですよ。
当然これ統一に終戦に同意した以上はですよ、今さら大韓米軍が北を攻撃するのはありえない、国際法上ありえないとおっしゃるもんで、だからもうそういう懸念はないと、はい、ただその後ろにはこの同意の後ろの裏書きを保証しているのは習近平とプーチンだと、これは間違いないでしょう、中国ロシアが裏書きしているわけだから、それに対して経済制裁というまだ声を残しておるのは国連の安保理事の中の一部と日本だけなんですよ。だから日本は完全に国際社会から孤立の方向へ向かっておるという感じがするわけです、ね、和田先生どうですか。もともと加藤さんの北朝鮮の攻撃は私自身もそれはどうかなとやっぱり思うので、その点では総裁の意見で賛同というところがあると思います。もともと加藤さんも総裁もこれはあれですね、在韓米軍が撤退するんじゃないかと、これは共通利益で認識で、まあ、それは違いがないんじゃないかなと、まあ、その先までいくかどうかというところ、ただまあ総裁が今お話されたのは申し訳ないけど平時の話ですね。平時であれば全くおっしゃる通りなんですが、私が常々の話をされている大恐慌になれば、やっぱり戦争がだんだん近づいてくるかもしれないというところが問題かなと思います。まずもう一つは、そのキリスト教原理主義者の福音派の人たちはまさにおっしゃる通りなんですけれど、まあ、その中で前にも一度ご紹介をさせていただきまして、今日はもう重たいものを傷と持ってきましたけれど、肩をすくめるアトラスというアインランドの本ですね。まさにこの福音派の人たちとこのアインランド の、まあそのまあ、あれですね、リバタリアンという人たちですね。これは多分ラインが違うのかもわからないんですけれど、太田先生に言わせるとこの根っこがつながってるんじゃないかというように言ってますね。でこのもともとトランプ政権の中にもこのアインランドの支持者の人たちがたくさんいるというようなことで、この著書を書かれた脇坂さんという人がいろいろ分析をされてました。もう今もう辞めましたけど、テレアさんもそうですけれど、あとポンペオという今国務長官になってます、ポンペオもこのアインランド の考え方に影響を受けてるって言ってますし、ほら日経の私の履歴書にもう確実に書いてあったのはグリーンスパンですよね。 FRB の元議長だったグリーンスパン、これはもうアインランド支持者だし、もう書ける、あとはまあ確か、フォードですかね、フォードも確かそうだった、昔の人もそうですし、まあ、それは昔の人の話で、今のトランプ政権の中にそのアインランドの意見を聞いた人たちでがまあとてもたくさんいて、それがまあ福音派キリスト教原理主義者の人たちと関わって、そのイスラエルを結んで中東の中で強硬派 を構成しているというのはそうかなというように思います。ただまあアメリカの大統領中間選挙というか、まあ、アメリカの選挙はもうほとんど、まあ、あまり言っちゃいけないのかもわからないですけれど、かなりこうもう結果が大体分かっているというようなところもないわけじゃなくて、まあ、多分トランプは残念ながら勝つんじゃないかなと、まあ、そんなふうには私は個人的には思いますけれど、もう不正選挙かどうかそれは分からないですけれど、選挙はなかなかトランプはそう簡単に負けないかもしれないなと思います。和田先生、大恐慌について詳しくね、いろいろこう調べてらっしゃいます、はい、で大恐慌 にはもう戦争はつきものということでございますので、はい、先生としては今このどの辺あたりがその大恐慌に伴って戦争の勃発というのを考えていらっしゃいますか。それは中東でしょ。やっぱ中東ですか。中東と極東ですよね。それはまあもともと戦争が起きるのは世界中にこの2カ所しかないので、はい、それはどちらかというと、まあ、極東がその、融和政策ということで安定していくということになればやっぱり中東かもしれないですし、ただまあそれはどうなるのか、どちらも安定的なところとその不安定なところを振り子のように揺れてるのでなかなか一概には言えないんじゃないかなと。ただまあそれにはやはり経済がどういうふうになってくるかというところが戦争を呼ぶかどうかという、やはり戦争とその恐慌を含めた金融の動きというのはワンセット、政治も経済もワンセットですけれども、この両者もやっぱりワンセットだというふうには思います。だからね、1929年大恐慌の後ね、やっぱりシナ事変が起こったんですよ、すぐに。それと同じことを考えて、今日本に置かれている状態はシナ事変の六王教のもう前夜と思ったね。ね、だから中東か日本朝鮮半島の統一どちらかしかない。中東はイラン、イスラエル、サウジがノミネートされるわけ。
これはね、非常に今のイスラエルと福音派の関係をね、考えたら犠牲になるんだろうと思うんで、イスラエルもあのサウジも、もちろん、まあ、イランは狙われてるけどね、それだからイランは狙われて嫌われてるんだけど、一番やりやすいのは、まあ、無抵抗であまり抵抗しない日本、それと朝鮮半島の統一が条件ですよね。だから38度ラインが今対馬、五島列島にも今日あの9月から来たわけだ、9月から来てるわけですよ。もう国会非常事態は9月20日に始まってるわけ。だからここで日本と朝鮮半島、朝鮮が戦争に入るスタートが切られたわけ。まあまあ、ニューコートの戦争部のその戦略室はもうそれを進めてるわけですよ。だから日本人に対しては朝鮮人帰れ、朝鮮人はバカだ、朝鮮人はクズだと言わしてるわけで、朝鮮側には慰安婦だ、それなんだとね、言わしてるわけ。ここで対馬、五島列島で何らかの小競り合いが始まりですよ。だからその日本対朝鮮半島にやらせばそこそこの武器は売れるわけ。あの戦争がじわじわじわと、もうすでに9月20日から切られているという国会非常事態でございます。どうぞ皆さん、次回まで、ごきげんよう。日本はユーロシアの一員である。